皆さんこんにちは、マイスターです。こんにちは、アシスタントのコウメです。今回も機動戦士ガンダムクライマックス UC で最強のパイロットを育成していくよ。前回はジャクシャーの戦いをしたり世代交代したりいろいろ起きましたね。世代交代しても強化人間のスキルが消えなかったのは驚きだったよね。さてと、それじゃミッションに行く前に前回分の強化をしていこうか。前回の戦いは世代交代を初めての戦闘でしたけど、意外とポイントもらえてますね。まあほとんど旧式のモビルスーツが相手だったとはいえ、新型の F90 も倒してるからね。さてと、何を上げていこうかな。射撃に関してはもうカンストしてるし、まんべんなく上げるにはポイントが足りなさそうですよね。それなら今回は機動力を上げていこうか。多分うまくやればこの項目もいい感じのところまで上がると思うんだ。ちなみに機動力が高いと強いのかは不明。まあ物は試しだから。それじゃ次のミッションに行ってみよう。いよいよフロンティアサイド制圧作戦が本段階に入ります。コロニー外で迎撃してくる連邦の部隊すべてを撃破し、敵抵抗力を完全に無効化します。無効さんは大した戦力じゃないんだろ。楽勝じゃないか。先発隊のザビーネ隊員の部隊が新型機と交戦したという報告もあり、しかも大損害を被ったそうです。一概に油断はできませんよ。また不確定ですが、ベラロナ様のビギナギナが未だ帰投しないという情報も上がっています。ですので、もしベラ様を見つけたら艦までお連れしてください。それも任務の一部です。わかった。では出撃するぜ。今回は前回と違って本格的な戦闘か。ブリーフィングでは大した戦力はないって言ってましたし、今回も余裕ですよ。そうだといいんだけど、ただ新型のモビルスーツもいるって言ってたし、それだけが不安だね。さてと、今回は何に乗っていこうかな。前回はベルガダラスに乗りましたし、他のに乗りたいですよね。そうなんだよね。と言っても量産機だと面白みに欠けるしな。となると新しく追加されたビギナギナかラフレシアなんだよね。ラフレシア使えるんですね。そりゃ F91 の僕的存在だからね。よし決めた。今回はラフレシアにしてみよう。モビルアーマーなら見てて面白いだろうし。随分雑な決め方ですね。こういうのは勢いが大事なんだよ。それじゃやっていこう。いざ出撃。まずは敵を見つけないとね。ってちょっと待って、こいつ操作の仕方が今までの機体と違うんだけど。嘘だろ、ラフレシアって常に前方に移動し続けるタイプの機体なのかよ。なんか戦闘機みたいな操作方法してますね。クイーンマンサヤのエディールと同じだと思ってたのに。しかもこれロックオンしてる敵に向くって方法がないから、結構攻撃当てるの難しいな。これは思ったより苦戦しそうですね。まさかこんなことで苦戦するとは思ってもみなかったんだが、このままじゃいつクリアできるかわからないし、アクションスキルでバグを召喚して少しでも敵を減らさないと。問題はバグ以外での戦い方ですね。さすがにチャージ攻撃なら敵に向かってくれるでしょ。いや敵どこだよ。そこまで親切設計じゃなかったですね。これ使いづらいとかそういうレベルじゃないんだが、とりあえず敵の方を向いてくれないと攻撃することもできないし、敵の方を向かないと。あ、ちょっと皆さん近すぎますよ。おや、格闘ならいい感じに攻撃が当たるな。範囲が広いのか、振り回すだけで周りの敵が落ちていきますね。ふふ、ラフレシアの戦い方はこれだったってことか。もうわかったぞ。格闘をブンブンすることこそが最適解だったんだ。それモビルアーマーじゃなくてもいいのでは？モビルアーマーだからこそこの破壊力があるんだよ。とはいえさすがに格闘だから敵に近づかないといけないんだけど、近づくの大変だな。モビルスーツの格闘みたいに誘導してくれないんですか？多少してくれてはいるみたいだけど、ラフレシア自体が常に動いてるからうまくいかない時があるんだよ。あとこの上下反転どうにかならないかな。戦闘機を使うゲームあるあるですね。今まで上下普通だったのに、ラフレシアになったら反転し始めたから頭がずるんだけど。こればっかりは慣れるしかないですよ。慣れる頃にはクリアしてそうなんだけど。しかしちょっと無茶な戦い方してるせいか、少しダメージを受けてるな。一応ラフレシアにもシールドはあるんですけど、うまく機能してないですね。ラフレシアって一体どこがシールド扱いなんだろうか。まあ相手は基本ジェガンしかいないみたいだし、このダメージならそうビビる必要もないんだけどさ。はいはい、その距離は格闘で倒せちゃいますよ。おっと、わらわらと近づいてきたな。それじゃ一気に落としてやるよ。ふふ、無策で突っ込んでくるからこうなるんだよ。今のはだいぶ気持ちよかったですね。触手でペシペシも結構バカにできないよね。おっと、いい位置にいるな。ここなら射撃が当たるはず。お、普通に外したかと思いましたけど当たるものですね。射撃もロックオンさえしてればある程度は敵の方を向いてくれるみたいだね。と言っても近距離だとすぐに画面外に逃げられるし、正直格闘を振る方が早いけど、そんなに固まってていいのかな。今の一瞬で3機撃破ですか。今のは固まってる方が悪い。孤立してるジェガンはいい感じに離れてたので射撃で処理と。いいね、だいぶ操作も慣れてきたぞ。慣れてきたって敵の近くに行って格闘を入れるだけなんて。それが基本戦術だから。と敵の増援か。
F91 ですね。新型のモビルスーツがいるとは聞いてたけど、まさかここで出てくるとはね。さすがに F91 と射撃戦をするとかせないだろうし、ここは一気に距離を詰める。やべ、お互い距離を詰めようとした結果すれ違っちゃった。F91 の機動力も高いですから、早めに足を止めたいですね。格闘が当たりさえすればそこから一気にダメージが稼げると思うんだけどな。く、近くにいるはずなのに全然攻撃が当たらねえ。どうやらラフレシアの周りをぐるぐる回ってるみたいですよ。こいつ機動力を生かして僕を翻弄してるのか。でもなんかうまい感じでシールド絶対出てダメージは受けてないな。このシールドが機能してるうちに F91 の足を止めないと。おっこいつかな。ほらほら、そんな速度じゃ逃げ切れないですよ。モビルアーマーがぐるぐる回りながら近寄ってくるの怖すぎませんかね。この威圧感こそ最大の武器だからね。あっこの機体はビビナギナか。ベラロナ様は連れて帰れって言われてるし、落とさないようにしないと。というかこの乱戦状況の戦場で F91 だけ探すの難しいんですけど。しかもラフレシアは常に移動してるし、本格的に視認できるまで攻撃は使えた方がいいな。まあ今みたいな時は普通に攻撃してもよかったかも。でちょっと2機同じところにいられるともう一緒に攻撃するしかなくなるんですけど。まあ落ちなければ多分大丈夫ですよ。F91 と違ってビギナギナは HP がわからないからマジで運ゲーなんだけど。というかさすがに僕が硬すぎるのか、2機が一緒に攻撃してき始めたな。ビギナギナもだいぶ近づいてきてるし、これもF91だけ落とすっていうのは無理かも。仕方ない。こうなったらベラロナ様は不慮の事故で落ちたことにしよう。さらっと暗殺しようとしてません。嫌だな、これは事故なんだよ。事故なら仕方ない。そうに違いない。これが宇宙世紀のやり方ですか。勝った方が正義だから。あってもなんだかんだ F91 を狙い撃ちにできるかも。嘘だろ、この感じで僕の視界外から消えるってどんな機動力してるんだよ。そう、さすがにあの距離ならおとなしく格闘ブンブンしておくんだった。しかも完全に見失ったんですけど、レーダー的には僕の近くにいるはずなんだけど全く見えないな。いた。ちょこまかとしやがって。完全にヒットアンドアウェイ戦闘をされてますね。これが F91 の機動力か。でも僕も地味にダメージを与えてるし、あと2、3回格闘を当てれば倒せるはず。ふふ、結局僕のシールドを突破することはできなかったみたいだな。そしてシールドを無視した格闘を入れに来る時がお前の最後だ。完璧な戦い方をしてるじゃないですか。まあ僕にかかればモビルアーマーを使いこなすなんて余裕だったってことだね。いや、完全に格闘ブンブンしてただけですけどね。あなた方は鉄仮面が何をしようとしているか知っているの？ベラ様、カロッゾ様が何か。バグのことも知らされていないんだな。ならば話を聞いてくれ。バグ？なんか事情があるらしいな。それもかなり大事のようだな。バグ？なんか知らないけどヤバい兵器っぽい名前だな。マイスターさんが戦闘中ばらまいてたやつですよ。そんな危険な兵器なんて知らなかった。それじゃ次のミッションに行こう。でもその前に能力強化があったね。今回は少しポイントが少なめですね。だいぶ手間取った手たし、その分老化が下がったのかもね。まあ今回も機動力に全振りと、あと少しでカンストしそうだね。次のミッション次第ですね。フロンティア制圧作戦をほぼ達成し、ヨーヨーと凱旋したクロスボーンヴァンガード主力部隊であったが、その戦いの裏で起きていた重大な出来事に関しては兵士の知るところではなかった。軍の総帥である鉄仮面が戦死し、また女王候補ベラロナもコスモバビロニアを離反。ロナ家を離れたベラは、鉄仮面が裏で行っていた人類抹殺計画や貴族主義の矛盾について人々へ訴えかけていったのである。時を経ずして国内は、ロナ家を中心とした貴族主義者たちと、その打倒を第一とするレジスタンスの2派へ分裂。内部分裂を起こしたコスモバビロニアは、それに耐えうる体力を持たず、ついに崩壊していったのである。この事件は後にバビロニア建国戦争と呼ばれることとなったが、地球の人々の営みの中で次第に忘れられていったのだった。はじめまして。マザーヴァンガードの艦長、ベラロナです。あなたの噂はキンケドゥやザビーネから聞いていました。こちらに協力してくれるとのこと、非常に嬉しく思います。人類のため、手を取り合って戦いましょう。ついに最後のミッションだね。さてどんなミッションなのかな。ではみんな聞いてくれ。いよいよ木星帝国との戦いも大詰めになってきました。クラックスドガチは地球に先にたどり着き、現在地球に対して友好的なふりをしています。
いずれ本性を現し地球を攻撃し始めるのは間違いありませんが、その前に我々に対して先に攻撃を仕掛けてくるでしょう。ではマザーヴァンガードが地球に着く前に待ち伏せをしてくるってことですかね。おそらくな。しかも地球で戦力を補強している可能性もある。この船のエースであるあなたたちで何としてもその攻撃を退ける必要があります。辛い戦いになりますが、お願いします。今回は木星帝国との戦いみたいですね。人類抹殺計画を阻止したと思ったら次は木星との戦いって、本当に宇宙世紀は戦争の歴史だね。確かにこのゲームだとルーシーやハサウェイの話は収録されてないですけど、実際にはもっと戦ってますもんね。いつか完全収録されたクライマックスルーシー出してくれないかな。さてと、そんな話は置いておいて機体を選んでいきますか。今回からクロスボーンガンダム編に入りましたから機体も増えましたね。僕クロスボーンガンダムは完全に機体しか知らないんだよね。使えるのは X1 と X2 と X3 か。それぞれ武装が結構違うみたいだね。まあ今回はなんとなく X3 で行ってみるか。どんな機体か今から楽しみですね。それじゃやっていこう。いざ出撃。大機動力を上げたからか結構いいスピードが出るな。うん、やっぱりラフレシアと違って動きが機敏だし使いやすいね。で、早速敵のお出ましか。こちらX11の部隊みたいですね。さっきまでボスみたいな立ち位置だったけど、それが量産されてるってどういうことだよ。聞いたところこの時代だとX11はもう旧式って扱いみたいですよ。つい先日までジェガントかギラ動画が運用されてたのに X91 が旧式になるレベルでのモビルスーツ開発って一体何が起こったんだ。まあコスモバビロニアとの戦争もありましたし、地球連邦としての軍備を整えたんでしょうね。判断が早すぎるよ。まあでもこのクロスボーンガンダムは最新鋭の機体みたいだし、旧式のモビルスーツになんか負けないけどね。いいよ、この機動力と火力を。無駄無駄、そんな攻撃じゃ止められないぜ。あえて普通のアイフィールド攻撃って正面の攻撃を防ぎながら突進できるんですね。チャージ格闘みたいに射撃で止められるってことないの強いよね。しかもこのクロスボーンガンダム格闘だけじゃなくて射撃も強いのだ。ビーム武装だけじゃなくてマルチロックオンも持ってましたもんね。マルチロックオンはやっぱり正義だよね。ステイクロマニカ第二陣の部隊が来てたな。こいつらも F91 だし、今の連邦軍の主力モビルスーツなのかな。いつ右に敵がいたのかよ。やばい、旧式とはいえ F91 に対して射撃戦は無謀だったかも。とりあえずここまで上げに上げた機動力を活かしつつ少しでも数を減らしていかないと。まあ今のは機動力が高すぎて攻撃がすっと抜けちゃったんだけど、でもこの機動力ならただ移動してるだけでも攻撃を避けれてるね。機動力を上げて何になるのかと思ってましたけど結構強いですね。あのシャアも当たらなければどうということはないって言ってたし、機動力の高さは攻撃にも防御に使えるんだよ。ちょっと距離があるし近づかないとか。おんでるな。この僕に当てれるかな。ちょっと最後は避けきれなかったか。でも何はともあれ倒せましたね。やべ、思ったよりも使いやつがいるんだけど。危ねえ、名古屋から登場とか聞いてないって。いや、格闘はアイフィールドでガードできないんです。でもそれはさすがに調子に乗りすぎだぞ。ふう、格闘食らっちゃったけど1億完了と。ダメージも思ったほど食らわなかったし良かったのかな。さて次はお前だ。あ、ちょっと避けきれないかも。アイフィールドのおかげで今のノーダメージで済んだね。ちょっと強すぎませんかね、アイフィールド。F91 の武装がビーム兵器ばっかりだから防ぎまくってるね。これも神合いか。さてと、だいぶ敵部隊も減ってきたね。さすがに数が多くて HP を削れらましたけど、それでも結構余裕でここまで来れましたね。ボスみたいなやつも出てこなかったし結構余裕があったよね。格闘の振り合いなら僕の方が早いんだよ。あんまり使ってこなかったけど格闘のモーションかっこいいな。あいつが最後かな。それじゃ最後のやつもサクッと倒してしまいますか。いや、ちょっとダメージを食らわないでくださいよ。防げると思ってて。よし、撃破完了と。よくやってくれた。F91 がやられていくのはちょっと複雑だったかな。いや、さすがの腕前です。さすがは元エース、キンケドゥさんのライバルですよ。まだまだ、木星帝国の野望を砕くまで、ルガーチを倒すまでは安心できないぞ。手を取り合って共に戦っていきましょう。僕、キンケドゥさんのライバルだったのか。まあ戦いましたしね。この戦いの後、木星帝国は地球連邦政府に宣戦布告。地球は全面戦争へと突入していく。人々の中にはクロスボーン・ヴァンガードの中に見覚えのある名前を見つける者もいるかもしれない。そして後世に伝えるだろう。キンケドゥナウ。
トビア・アロナクス、そしてもう一人の英雄がいたことを。なんか中途半端なところで終わるんですね。クロスボーンガンダムの話は知らないから何とも言えないんだけど、ここからの話はないのかな。これはぜひ全部を収録したゲームを作ってほしいですね。というわけでこれにてクライマックス UC クリアです。今回はジオン系の陣営をメインにやっていきましたが、結構いいパイロットを作れたと思います。このクライマックス UC は最後の自分のパイロットの来歴を見れるのもいいですよね。大体どこかで戦績がおかしな数字になりがちだけどね。今回の主人公も1年戦争時点で50機近いモビルスーツを撃破してるし、これで歴史に名を残さないのは無理がありますよ。マーシャーほど目立つ存在じゃなかったんだろうね。マーシャーは家柄もありましたもんね。そんなわけでこれにてジオン系の勢力で活躍したオリジナルパイロット育成は終わりです。次回からは地球連邦メインのルートで遊んでいこうと思います。ちなみに今回はできるだけ普通にやったから裏技みたいなのを使わなかったんだけど、次は使おうかと思うのでお楽しみに。一体どんな裏技なんですか？ゲーム性が崩壊するレベルのやつだね。まあ多用すると面白くないからあんまり使うことはないけど。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。